ジョージ・ H ・ウィップルは、アメリカ合衆国の内海で、医学者で、医学教育者。ウィップルは、貧血に対する肝臓療法の発見の業績により、ジョージ・リーチャーズ・マイノット、ウィリアム・ピー・マーフィと共に1934年度のノーベル生理学・医学賞を受賞した。ウィップルは、ニューハンプシャー州アシュランドで、アシュレイ・クーパー・ウィップルとフランセス・アン・ホイットの子として、内海の家系に生まれた。 彼はフィリップスアカデミー及びイェール大学で教育を受け1900年に学士号を取った。その後ジョーンズ・ホップキンス大学医学部に通い1905年に医学博士号を取得した。卒業後はパナマ運河建設中の1907年から1908年にかけてパナマのアンコン病院に移るまでホップキンスで病理学者として働いた。 ボルチモアに帰ってからは、1914年まで、ジョンズ・ホップキンス大学の病理学研究室の助手、講師を引き継いだ。1914年、ウィップルは、カリフォルニア大学医学部の実験医学の教授になり、1920年から21年に、かけては、医学部の学部長を務めた。医学教育研究の草分けのエイブラハム・フレクスナート、 ロチェスター大学の学長だったらシュリーズの勧めで、1921年、彼は建設途中だったロチェスター大学医学部の学部長になった。ウィップルは1954年まで学部長職を務め、死ぬまでここに在籍した。大学関係者の多くがウィップルは素晴らしい教育者であるとみなしていた。1976年2月1日、肺炎のため、 ニューヨーク州ロチェスターの病院にて死去。97歳。ウィップルの主な研究は貧血と肝臓の生理学、病理学であった。貧血の犬にレバーを食べさせると症状が改善されることを発見し、彼はノーベル賞を受賞した。この発見はマイノットとマーフィーによる肝臓療法の開発につながった。当時は悪性貧血は常に致命的なものだった。 1934年のノーベル生理学・医学賞受賞式でアイホルム・グレンは次のように語った。3人の受賞者の中で受賞対象となった研究を最初に始めたのはウィップルだった。ウィップルの実験は極めてうまく計画され正確な結果を出した。その結果彼らの結果は絶対的な信頼性を持つに至った。ウィップルの得た結論により マイノットとマーフィーはそれを人間の悪性貧血に応用することを思いついた。また彼は彼が調整脂肪異栄養症と呼んでいた未知の病気が小腸の腸壁に異常な脂肪が蓄積することによって起こることを初めて明らかにした。さらに1907年には最近によってこの病気が発症することも論文の中で正確に明らかにした。この病気は 現在、ウィップル病と呼ばれている。ありがとうございます。